えー、2023年10月24日8時46分、日本時間で、えー、もうすぐ、日本時間で9時過ぎぐらいから、レンジャーズの試合が始まるんですが、その辺のところで、えー、私のホームページに、えー、アクセスしようとしています。YouTube にアップロードした内容とかを、えーまあ、閲覧しやすいように。 私のホームページからアクセスできるようにするためです。で、そこでエラーが発生しました。画面をリロード後に再度お試しくださいというような形で妨害がずっと入っています。エネルギーの残存量問題とかの 部分の節約の部分の話とかもかなり入ってる内容のものなのでコンピューターがねその物事の判断順序っていうところをかなり間違えてるエネルギーの残存量問題を解決できる人間の方の言ってる内容の方が正しいで私が考えてる内容は公言してる通りワールドシリーズを優勝したことのないチームがしっかりと優勝すること 当然今日の試合、九時過ぎから、日本時間の朝の9時過ぎから始まるレンジャーズの試合で、レンジャーズのチームを勝たせてあげようと、そういうふうに考えています。自分の頭を使用したり、顔を貸かしたりなど、そういう献身的な心、かなりアメリカのコンピューター、 理解しててくれてないいみたいですね強引にもしくは日本のコンピューターかもしれない、ね、アクセスしてるのに画面が現れないはっきり言いますよあのー、日本時間で物事こちらは 分けて、物事を動かしています。アメリカ時間とごっちゃにしないでください。それやられると夜中に無理やり起こされたりします。吐き方とかに。昨日の晩も2回ぐらい起こされてますね。その時点で、あのー、そのスポーツの勝ち負けでね、結局、相手をハンゴルシンすることができると。 私の母親はこのスポーツの勝ち負けに巻き込まれて74歳という若さで死にました。最後の方、ひどい睡眠不足で。その辺の責任感、各スポーツ選手の方たち、お持ちですかっていうことなんですよ。法律に従うしかないんです。自分の成績の、その、収入。 うんそういったところを優先するべきではないんです。それしてしまうと世の中全体がむちゃくちゃになります。1920年、学校教育で全ての、えー、国の人、ほぼほとんど全ての国の人が習ったと思いますが、アメリカの機会が1920年に銀行と証券会社に嘘があると。まあ、こういうことをしっかりと認定しています。つまり大きな大きな 詐欺罪です銀行からのお金が流れ込んできて悪せをしている人たちっていうのはものすごく世の中たくさんいます。まあ、中には開き直った人間が自分たちのお金を使って一体何が悪いねんとあの全く事実と違うことを言ってくる人間は言ってきました。 まあそこにある春山生骨院ですね私の自宅の裏手にあるでもともとそこは私が性的被害を被った、えー、神戸大学附属病院の件を通報しに行った管轄の、えー、所である、えー、中央区の生田警察署の警察官がその春山整骨院に働きに来ていました。 だ淡井圭介に絶対近づけてはならない、正直昔から警察官って変な警察官いっぱいいます。これが事実ですよ。だ警察官同士、えー、自分たちの運転免許証で自分たちの身分をしっかりと開示しなかったら、警察手帳で偽名使ってる人います。これ法律的に完全に脱法行為です。公務員は偽名を絶対になのとはダメなんですよ。一般人も偽名なのとはダメです。 違法行為です。詐欺罪です。民事でも詐欺で勧められます。罰金払わせることできます。まあもちろん内容等にもよるんですけども。そもそも、エロ業界とかに加担した人間がテレビに出るべきではない。それすると世の中全体がむちゃくちゃになりますから。もうなってしまった後です。 そういったところで高い意識皆さんお持ちですかっていうことにやっぱりなります。こうやって撮影しなかったら先ほどずっとアクセスできない状態がついてたんですね。その辺のところで、えー、なぜそのような仕組みを科学業界は放置しているのか。 あと政府でどこからどこまで把握できているのか。正直あのー、基本的に政府上層部の方は60歳前後の方たちなどが多くて、正直その年代の方たちってコンピューターにあんまり詳しくないと思うんですよ。で、裁判所の受付の人たちも、その、コンピューターが電波を使って、えー、AI とかが自動的にね、裁判所のコピー機とかにアクセスしてきて、 枚数とかをこちらが入力もしないのに、えーえー、変えてきたりだとか。そういったところは承認、えー、もう、今、言いました。もうこれダメだわって、承認がいなきゃ無理だわっていうことで、誰かちょっと見てもらえますっていうことで一緒に行って。それしたら、すぐにコンピューターの悪さ、止まりました。だから裁判妨害を平気でコンピューターが仕掛けてきてるんですよ。判断能力甘いからね、コンピューターの方が。 こういった現実っていうのを世の中の多くの人は知っておかなきゃならない。で、そのための証拠っていうのを、えー、こういうふうに集めています。まあ、これ今自分の YouTube のあのー、画面なんですけども、アップロードするためのね。想像以上にこの世界は厄介で、えー、多くの人たちでこういった現実を受け止めて、 テレビでもいっぱいこういう内容を放送して対応していくしかないですね。正直、どこのプログラムに問題があるのかっていうところ、これを探すのは多分コンピューターの自動でプログラムを作らせてるところ結構あるでしょう。だから、その辺のところ、あの、コンピューターが作った複雑な、えー、 プログラムっていうものを人間が本当に解読できるのかどうか何百時間かかるのかそれとも何千時間かかるのかっていうのが今世の中に置かれている現状ですね以上です皆さん頑張って、えー、世界中の人たちに協力して対応しましょう